やっほー。やっほー。君のことが好きだから。Thank you。なんか吹いてる。ギターを吹いてます。ギターさ、ギターやってる人さ、めっちゃ共感してくれると思うんだけどさ、なんか吹いても吹いてもすぐ汚くならない？なんなのって感じだよね。普通に。シンプルに。シンプルにさ。ね、埃がさ、普通に永遠についてるよね。なんか拭いても拭いても次の日起きたらついてるよみたいな。だから諦めたよみたいな。もうなんかそれするの諦めていいよみたいなね。とかありますけど。やっぱ楽器は大事にしていかないといけないので。メンバーに、そうだから普通にさ、メンバー似顔絵をね、各ショールームをやってたんだけど、全然ね、いや普通に今日やろうかなって思ってるんだが、あれをさ、やるとさ、すっごいなんかマジで無言配信者みたいになっちゃうから、どうなんだろうと思ったんだけど、あれはでも完成させたいっちゃ完成させたいので、書くのは書く。けどまず普通に配信をする時間をね、私実はね、今度あれに、舞台に出ましてですね、今度8月の19、20、21日で舞台にをやるんですよ。銀座博品館劇場でダンスレボリューションっていうミュージカルコメディ ミュージカルコメディのやつを、舞台をやるんですが、ミュージカルコメディをやるんですが、絶対つかない方がいいな。そう。それにさ、マジ、それに集中しちゃうとね、私1個に集中しちゃうと多数のことができないんだよね。多数じゃない、複数、他の他のことができないんだよ。そう。それが原因。T シャツの中に T シャツ着てるの？どういうこと？ T シャツだよ。T シャツです。ミュリウスさん、ハキムさん、イエーイ、スタンプありがとうございます。マサトシさん、音符ありがとうございます。そう、マッチでオタク訪問見たかったんだけど、その時間さ、いなかった、なんか普通にテレビを見れない時間だったから。小田先生にマジで一生に一度でいいから会いたいっていう人がね、何億人もいると思うんだけどね、普通に。ね、なんかいつか顔出し、終わったらでいいから、マジで顔出ししてくれないかな。あ、無理か、絶対無理か、絶対顔出ししないと思うけど、小田先生なんで、小田さんなんでしないと思うんだけど、でもマジで一目でいいから見てみたい。もうなんかもう高いお金払ってだから小田先生と会えるよっていうなら、マジで
力で頑張るし頑張るし、あーめぐれね、え、そう、似顔絵でも描いてもらえたらさ最高だよね。似顔絵なんて音先生からの、そんなそんなことがあったら嬉しいですけど、なかなかないよ。まず描いてもらえる人が少ないですからね。まずね、まずまずまず持って、そうそうなんだよ。親戚とかじゃないかな。顔出しはね NG にしてるぽいけどさ、NG って言う割にはめちゃめちゃテレビ、めちゃめちゃというかすごいテレビに意外とね出たりとか、小田先生の自宅とか結構有名だよね。自宅の中がさ、自宅そう、なんかお風呂にさなんか龍があるとかさ、なんか入り口にすごいのがあるみたいなやつとか有名だよね。そう、有名なんですよ。すごいよね。ね。お久しぶり、こんばんは、やっほー、どうも皆さん。作詞作曲すれば豪邸に住めるかも。超超舐めてるやん。作詞でもさ、私豪邸に住まなくていいんだよね。言うてだって掃除絶対めんどいし、まあ、お手伝いさん雇えばいい話なんですけど、やっぱり人は人を信じれないからさ。しゅんさん、イエスタンプありがとうございます。ワンピースね。でも私さ、エンドロールがいっちゃん泣けたんだけど、マジでエンドロールがマジで泣けた。ギターケースに入れれば汚れないだろって思うでしょ、って思うでしょ。ギターケースに入れたらね、こうギターケースをこうやって一回倒してこう出して弾くっていう手間があるから、手間って出して弾けってすればいいじゃんって思うと思うんだけど、うん、やっぱりちょっとだけ面倒いみたいなとこあるよねっていう話だよね。まあ、でも綺麗になりましたと、綺麗になりましたと。でも普通にさ、木のギター欲しい。こうなんかさ、このテロなんかこうテカテカしてるやつより、木の木調のさギターマーチンとか欲しいな。いやのギターが欲しいなって思ってる。まあね、ギターが商売道具だよとかだったら買うと思うんだけど、マストさん、初見ありがとうございます。けどね、別に商売道具、超商売道具ってわけでもないから、ね、
してるけど、これはパパのなんですね、実は。だからパパのなんだよね。ピック何個持ってますか？お金かけてもいいけど、別にさ、なんか毎日毎日こうね、やるわけでもないじゃん。私はこれとこれと、あとね、ファンの方からいただいたリラックマのリラックマピック、可愛くない？これね、これはね、いつもはあんまりピック、これ使ってる、この黒、あとはこの 0.46mm のやわいやつ、素材はプラ、プラだね。うん。ピックって長持ち。ピックは私ずっと使、これ使ってます。言うて。え、長持ちするんじゃない？メンバー、あ、夢見るの靴下とかメンバーなんか言われた？え、誰だっけな。誰かがめっちゃおもろかったって言ってくれた。だからもうめっちゃ嬉しかった。それは折れたりしないの？私はね、あんまり折れない。わかんない、折れる人もいるんじゃない、わかんないけど。クレナのね、クレナのピックね、私どこにやったんだろう。直したか、使わずに直したかね。普通にギターの、なんかギターをとかのピックとかいろいろ置いてる場所があるんですけど、そこにね置いてるか、マイクスタンドに。あ、でもね、多分折れるというよりかどっちかというとピンってこうさ、弾いてる途中に例えばこう落としちゃったり、こう弾かれて落としちゃったりとか、そう、落としちゃったわって時にこうしゃがんでこう拾う手間がないから、こう引いて、あ、やばいって思ったらここからピック取って引けるじゃないですか、っていう原理。めっちゃまつげ下向いてる。そうそうそう、だからその、あのあれだね、野球選手のバットと同じ感覚というよりは、そうそう、なんかこう飛んでっちゃったり落としちゃったりとかしちゃったり、あと多分ね、気分で変える人もいると思うよ。あ、これじゃないと思ったら違うと思うし、あとこの柔らかさで、柔らかさが結構あるんですよ。これ全力柔らかいタイプのやつ、ぐにょんぐにょんのピック、これちょっと固めの、あのね、ゴリッゴリに固めのやつもあるんだよね。そう、音はね、あ、なんかね、これね、いただいた、これもいただいたわ確か。これもうなんか3種類ぐらい、なんかこの硬さがあるやつのなんかセットをみたいなのいただいて、これがこう薄いやつ、これが薄いやつ、これなんかさ、しっかり聞こえるのとさ、チリーンって聞こえるの分かる？
え、わかんない、これ薄い方、これ厚い方、こんな感じ。ちょっと硬い音が出るでしょ。そう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 。でも私はこの厚い方を使ってます。でも 家でこうジャラジャラやるときとかはあのピックではあんま弾かないかも。なんかピックをこう持ってっていうよりかは、この指で、こうやって指で弾く。私歌えないんだよね多分。どっちかというとね、爪割れませんか、これ爪でね弾いてない。まあ、若干爪ですね、若干爪で。私爪はさ長いの苦手なの、このなんかこう今長いんだけど、もめっちゃ切りたくて切りたくてしょうがないから明日今日切るんだけど、爪でがっつり爪では弾かないかな。なんか手元見たいよね。私もこの角度でしか見ない。あのあれだよ。あのさ。琴とかやりました。私琴好きなんですけど、お琴ね、日本のこうてんてんてんってやつ、あの琴の原理な感じ。どっちかというとこれをこうしたらさ、こうやって弾いたらお琴じゃないですか。それの原理ですね。そうそう、琴もさ、ここにさ爪はついてるけどさ、琴のあの感じで弾けばなる。お琴はそうそう経験しません。うっそ、音楽の授業でやんなかった？ギター派の人？なんかギターをやるところとさ、お琴やるところとさあるよね。フィンガーピックはね、使わない。私は使ってないですね。琴の実物見たことない。マジ？じゃあ、うちの学校が特殊なだけ？横から見たら、こんな感じ。ことも音楽の授業でやりました。だよね、私もやりました。泣きながら頬ユーフレット、リコーダーと鍵盤ハーモニカとかしか
リコーダーと鍵盤ハーモニカ小学生でしょ。中学生でおことかギターかやると思うんだが、わかんないけど。ギターは人数分、ギターやろうってなってたんだけど最初。けど人数分なくて、そうで授業にならないからおことにしようってなっておことでしたね。おことを弾いてました。弾かせていただいて、桜桜のてんてんてんってやつを弾いておりました。いいよね。ことね、マジね、私めっちゃおことの時間が一番好きだった。めっちゃ楽しくない？こと、あの、ね、宮崎さんがね、ことをのプロでいらっしゃって、プロというかもう結構ちっちゃい頃から習ってるよ的な、ガチガチプロなんだけど、普通にちょっと待って、なんか勝手にあれがつながった。星座ですね、おことは。おことのテストありましたもん、だって宮崎さんのこと聞きたい。え、ガチうまいよ、マジで、マジでガチうまいよ。え、プロやんっつって、もうプロなんだけど普通に。ガチうまいよ。それは聞きたい、マジで。だから動画撮って送ってって言うわ、今度。ハロウィンの翌日、ハロウィンの翌日？前日じゃない？ハロウィンの前日だと思うんだが、前日はコスプレ仮装したいなって思ってる。何の仮装が良いですか？皆さん、姉さんに可愛がってもらってた川原めちゃくちゃ応援します。ルーフォーション、ありがとうございます。めっちゃもうなんかもう本当にこの世の全てみたいな感じの優しさを持って接してくださって本当に大好きです。てか私のこと覚えてくださってるのがマジで本当に嬉しくて、そう、そうそう、本当に嬉しくて、え、覚えてくださってるっていうのがまず衝撃で、しかもなんかすごく、あの可愛い子だよねっていう覚え方をしてくださってて、えってなったよね、えってなったよね、普通に本当に嬉しい。そうだから、ぜひ今度ご飯連れてってくださいって言ったので、ぜひご飯に連れてってください、よろしくお願いしますとお伝えください。はい、川原があのご飯をとても楽しみにしていますと、はい、いますとお伝えください。お願いします、お願いします、お願いします。でもなんか北里江さん、なんだろう、なんかね、北里江さんのファンの方が
ツイッターでなんかの予想で川原美咲ちゃんかなみたいなのを話してて、それを見たら何かブログかメールかで何か話してくださったっぽくて、それの予想にね私の名前があって、でそう話してくださってるんだなと思ってとても感動しました。パチジャンさん、花束までありがとうございます。もう推しに似るって言いますもんね。ありがとうございます。お話し会何枚ぐらいがベストですか。もうたくさん話せるならたくさん話せた方がいいよねって話、私はね、話せるだけ話したい。だって普通にさ一人一人とこうゆっくりお話しする時間ってマジでそこぐらいしかないから、あこの方がこういう人なんだ、こういう人、この方がこの名前の方ねとか、この方がいつもこれやってくださってる方かとか、この方の好きな何〇〇は何なんだとか、マジですごいね、本当に驚きと発見の毎日したです。毎日というか毎回そんな感じで、だから皆さんぜひ来てください。話が飛んだら、でも最近ねここにあの横にカンペを置いてるのか、こうやってチラ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 見て話してくださってる方もたくさんいるから、カンペも全然用意しちゃっていただいて、はい、あじゃあもうギター持っちゃったからなんか弾きましょうか。何がいいかな、曲話し会抽選だよね、でもほぼ当たると思うんだか、うん、私何よりオプナイでなんとかノート、オプナイすごいわかんない、オプナイで買ったノートかな、フリフラ、フリフラ、半年くらい当たらなかったもん。お話はね、得点に当たらなくてもお話はできるから、そこは把握しといてね。グリーンバッシュは1個下にしようかな。片隅
近づいたことくらい分かってたはずなのになぜ辛い。本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかった feel of。 強がっても心は丸見え、沈んだその声漏れる love you。 傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる。少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。消毒してるんだ。辛くなるだけの恋のウイルスを洗い流してしまおう。失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで Just get stronger。 夕暮れが夜に変わる、その悲しみは置いてゆく。ほんの少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。もう少し強くなれたら、そうきっと君に音符、まゆさん、イエイ、スタンプ、しゅんさん、ラブな、ラブのやつ、ありがとうございます。ゆくゆさん、音符、ありがとうございます。おりとぎばらしまん、怪奇物なミステリー、シリアスな話さ。私は歌えない。暗闇、翼、翼、落ち着く、よかったです。場所が思いつかない。
どうでしょうかって感じで、綺麗な歌声ありがとう。オムライスさん音符、オニオンナイトさん音符、マサトシさん、シーチロウさん、はぁ違う、音符ありがとうございます。スペースゴーさん、バラヌエさん、ペンライト、ユエさん、はぁじゃ音符、お姉さんパチパチスタンプありがとうございます。最高、 Thank you、 ありがとう。マジでいい声してる、本当に嬉しいよ、嬉しいよっつって、本当に嬉しいです。ぜひフォローとか、ね、インスタとかでも弾き語りとかね、インスタライブでもやってるし、リールにも載せてるので、ぜひインスタとかのフォローもよろしくお願いします。それではランキング読もうかな。負け惜しみ。それではランキング見ます。13位ジャリングさん、12位ユキイラさん、11位ユーマさん、10位ケンちゃんさん、
9位ジョークスノーさん、8位ズーリンダルマさん、7位オムライスさん、6位 MT ジャルナさん、5位オニオンナイトさん、4位横吉さん、3位シュンさん、2位エンチュさん、1位アヌさんでした。ということで2127人の皆さん本当にありがとうございました。ベベンベベンってことでありがとうございました。終わりますね、終わりますね。明日は夜かワンチャン昼に一回ショールームするかもしれないです。それでは終わります。また明日、おやすみなさい。バイバーイ。